西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。打った、大きな打球になった、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。さあ、そして打席には福留が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。打ちました、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。さあ、そしてバッターボックスにはバースが入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。ああ、いいボールですね。はい、変化球が決まっています。すぐに追い込みました。打ちました、伸びていく、どうだ、入った。改めてお聞きしますが、バッターボックスの岡本、どういうバッティングスタイルなのでしょうか？まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが新庄の強打のバッターですね。打ちました、これも追加点が。まず何を投げてくるか。最初は変化球持ってきました、ストライクです。引っ張った、掴み取った、ナイスプレー。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました、ファウルになります。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。引っ張った、大きな打球になった、入った。いやか、バッターボックスには代打の大谷。ジャイアンツ、ホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当にいいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。引っ張った、ライトへ打球伸びる、高橋が抑えて3アウトチェンジです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてバッターはイチロー、先頭バッターとしての仕事をしたいところ。バッター、ファーストの横抜けました、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている坂倉、ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました、ストライクです。インコース詰まりました、この打球はフライになっています。古田抑えてワンアウト。バッターボックスには3番吉田、ワンアウトになっています。さあ、まず1球目、初球ボール、まあ、キャッチャー強肩ですからランナーも警戒していると思いますね。そうですね。打ちました、ライトが追いかける、はい、ジャイアン。初球ボール、打った、これもいったか、ジャイアンツ点。初球ボール、これが2球目、よく見ています、ボール先行です。絶妙のコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています、156キロ。引っ張った、これはサードライナー。打席には6番バッター中村、ツーアウトになっています。初球ボール、打ちました、伸びていく、どうだ、はい。改めてお聞きします、この高橋、どういうバッターなんでしょうか？ミートが上手い上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしい。インサイド落ちました、セカンド取った、
一塁アウト、スリーアウトです。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打順は8番源田、バッターボックスには代打の中島。バッターワンバウンドヒットになりました。見事起用。バッターは9番に入っている古田。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の城島。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが1球目。変化球打っていった。勝ち越しなるか。入った。いや、初球ストライク。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。2球目打ちました。山田アウト、ワンアウトです。バッターボックスは2番福留。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。前の打席はちょっと具合なかったですよね。ええ、ここは挽回したいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。山田アウト、ツーアウト。バッターは今日 DH に入っているバース。先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。ええ、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。ええ、そうですね。ジャイアンツ同点とされた直後のイニングでしたが、この回勝ち越し。引っ張った、詰まりながらもライトへ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。バッターボックスは8番坂本。ジャイアンツリードで迎える最終回です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。落ちる球を持ってきました。打ちました。中島アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている山田。森本、まずは先発。バッターボックスには代打の柳田。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。ライト掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター一郎、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。インサイド押しました。ファウルになります。インコースを落としました。ボールになります。インコース打ちました。いい当たり。ファーストの左抜けました。ツーアウトランナー一塁。2番バッター坂倉。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。高く上がった、ライトオーバー。バッターランナーは二塁まで。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打同点。さすがに長打を警戒して丁寧に投げてきます。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後も長くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。ライトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。際どいコースですが外れました。ワンボールです。さあ2球目は何か。この球は見送ります。次が3球目。もう1回インローに持ってきました。まあ、3ボールナッシングから打ってくるバッターはなかなかいないんですけど、狙われていると感じるなら変化球でストライクが取れればベスト。フォアボール。ここは勝負を避けています。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。ちょっとカウント苦しくなっています。
敬遠を選択。勝負しません。バッターは一塁に向かいます。6番バッター中村。ジャイアンツこの回2点を失っています。さあ再度同点に追いつかれ、ジャイアンツピッチャーが変わります。1打一発は怖いですからね。さすがに際どいところから攻めていくしかないでしょうね。長打が怖い場面ですから、ここは際どい。しっかり捉えた。ショートうまくさばいて一塁アウト。これでスリーアウト。ここでバファローズ守備を変えてきました。3回に入ります。ジャイアンツの攻撃。そしてバッターボックスは5番岡本。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここはもう一本期待してしまいますね。はい、この打席も期待しましょう。ジャイアンツ同点で迎える最後の攻撃です。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。変化球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。さあ、そして打席には村上が入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあチャンスが続き満塁の場面。まあ、ここはつなぎましたから、なんとか勝ち越してしまいたいですね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。ナイスボール。インコースストレート、際どいところに決めました。際どい球わずかに外れています。押し出しなら勝ち越しということになります。インサイド破っていった。セカンドランナーサードがパスを蹴った。サードランナーホームイン。初球打った、取ってアウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあ、そしてバッターボックスには吉川が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。打ち上げた。中継にボールが送られる。山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのです。さあ、初球は何か。初球ボール、ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。バッターは9番城島。ジャイアンツこの回3点を入れています。さあ、再び勝ち越しに成功し、なおもリードを広げるチャンスです。打った。一直線突き。いや、インサイド落ちました。ヒットになった。ランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス福留。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が2球目。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。高橋がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツ大きく点差をつけて最終回を迎えています。バックホームする。ライト前ヒット。ジャイアンツさらにピンチが続きます。8番バッター、バッターボックスには代打の村上。小宮山さん、この場面で代打ですが、ピッチャーの心境としてはいかがでしょうか。まあ、点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあ、ベンチの期待に応える投球を見せてほしい。
9番バッター浅村、まあ、ジャイアンツとしては落ち着いてアウトを増やしていってほしいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってアウト。打順はトップに帰って一郎、まあ、ジャイアンツとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど、そうですね。変化球打った、抑えた、アウト。